小雪です。どうも、ちょやです。はい、悲しい。悲しいよ、新時代が来ない。来ますよ、ワンピースでしょ。いやでも、ヒット海賊団は壊滅、ゾウは敗北。悲しいよ、四皇であったね。あのビッグマムとカイドウを倒して、はい、勢いよく出航して、しかもビッグマムも倒した張本人ヒット取ろう。壊滅して船もバラされてもうた。バラされた。まあ、というわけでね、ルフィと三船長として並んどったのに、うん、なんでこの二人でこんな目に遭わないといけないのか、うん、ただですね、皆さん、ワンピースという物語には希望の光はあります。ありますか。あんまり登場人物は死にません、あんまり。おおお、あんまり。実際作者の小田先生は超初期4巻の SBS で信念を砕かれることが敗北すること、だから殺さないってことを言ってるんですよね。ああ、これ名台詞よね、ほんと。はい、ほんとすごいことだと思う。けど実際に本編では、最近だったらマンホールでクザンにアイスタイムカプセルによってポール付けにされ長らく死んだとされていたサウロが実は生きていたことが分かったんだと、ほぼ確定ですよね。他にもペルですよね、アルバスタ編最終盤でクロコダイルがとんでもない爆弾を用意してまして、その爆弾を守護神やからペルが持ってって、うわペル上空で死ぬやん、焼き鳥になっちゃうと思ったら生きてたんですよ。彼も空島編ではエネルの目的がソラネスの一切の身を消し去るということなんだけども、身体の一人がそれを知った時にエネルの雷に狙われコネスまで巻き添えになってカバような形で雷を受けたんやけど、俺は死んだなと思ったんや。そしたら生きとったんや。ハガヤはもう仮想の破壊に突き落とされたんやだけで無事やったっていうね。これ奇跡だよね。結構無事なパターンって多いんですよ。ああ、生きてたみたいなね。はい、うん、まあ、というわけで今日は今後ワンピースで復活しそうなキャラまとめ。死んじゃったみたいな感じするけど、その手拍子。そんなことないよ、うん、まずロー、はい、まあ、生きてるでしょ、そりゃローですよ、だって T シャツにもなってるし。そうよ、うん、それも生きてます、はい、ローは、うん、現在はですね、スーロン化したペポがですね、うん、ウィナー島から、うん、まあ、逃げ去ったわけなんですけど、はいはいはい、重傷を負ったんですけど、うん、まあ、やっぱルフィと長年冒険したこともありますし、うん、まあ、正直ちょっと情もあります、うん、まあ、ローに関してはやっぱ生きててほしいなと。まあ、しかもあいつね、結構ね、まだまだ伏線残ってるんですよ、うん、まあ、今回黒ひげも言うてました。売るか使うかどうしようか迷うなみたいな。ほう、オペオペの実もこのフローシルズということができますし、まあ、さらに普通悪魔の実って大体1億ベリアのになぜか50億ベリの価値を持っているって。いや、相当な価値ですよ。そう、やっぱそれはオペオペの実は再起あるものが利用すればフローシルズも可能になるという最終王子がすごい関係してるんやろなっていう、うん、で今回黒ひげはフローシルズだけじゃなくてフローフシとまで言っていたので、うんうん、僕らが知らへん能力を黒ひげは知ってるんじゃないのかね。それは50億でも欲しい人は欲しいよねっていう、うん、で続いて名前の伏線なんやけど、まあ、ローはねトラファルガー・ディ・ワーテル・ロー、うん、つまり D の一族なんですよ。そうです。でワーテルは意味なってことも言ってるわけなんで、うん、本当は教えちゃいけない名前、家族代々その伝統を守っているということから、この伏線も回収されてないんですよね、うん、でこれのことを今知ってるのはベビーファイブ、バッファローとフラミンゴ、戦国ロビンのみやから。懐かしいな、バッファローとか。そうなんや。ベビーファイブはさ再登場しそうやん。バッファローって久しぶりに聞いたな、うん、ベビーファイブはねサイと一緒に再登場するんですけど。それ言いたかったでしょ。あ、そうです、そうです。この戦国とかロビンとかもやっぱ知っとるわけですから、うん、絶対意味ある伏線やと思うんですよ、うん、他にもやっぱワンピース作者隠してたって言ったらゴールドロジャーですよね。隠されたというか、これはゴールディロジャーにゴールドロジャーになってましたから、うん、これもやっぱ D に関係してるんじゃないのかと、うんうん、でこの意味なというのも本来は口に出すことをはばかれる本名ということなんで、うん、この意味なもやっぱなんか意味があるんじゃないのかっていうね、うんうん、意味なだけに。そういう日だ、めんどくさいラッパーみたいな感じで来るんすか。いやいや、じゃあ続いて復活してほしいキャラ、はいはい、サボ。復活というかちょっと、まあ、それは生きてるでしょ。そだってサボがこれでも出てこうへんかったら、うん、俺怒るよ。怒るよ、ほんまに、うん、だって、うん、せっかく、うん、エースがねお亡くなりになってしまって、うん、サボ生きとったんって感動の再会があって、うん、特に何もなさずこのまま死んでもうたら、うん、それはもう怒るよ。実際サボはレベリーが開かれてる中、聖地マリー城に革命軍としてバーセルムクマを奪還しに行ったんよ、うんうんうん、クマも奪還できたと、うん、で天竜人への宣戦布告もしたと。した。で緑竜とかこのフジトラナの海軍大使とも戦いましたと。でもなんか知らんけどその後サボだけ別行動したんよ、うん、まあ石英からねコブラ王殺害の犯人として世界に発信されたと、うん、まあ、濡れ衣らしいんですけど、うんうん、マリー城で起きたこのコブラ殺害、ビビ失踪、チャルロス殺害未遂、これら全ての事件をサボが関係しているんじゃないのか、はい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 、ということが言われていて、うん、8カ国革命のこともそれが原因で、今では炎帝と言われている感じでね、うん、結構結晶島の帝王になってしまってるんですよね。それ多分ね炎帝雷光水光のやつだと思うんですよね。違うんですよね多分ね。炎帝、炎帝は合ってるんですけども、あのポケモンじゃないんでね、うん、そうなのよ
大丈夫ですか。あ、はいはいはい、そうで、事態を重く見た五老星がサボを消そうと動いたところを、サボはルルシア王国におることが分かったと、サボ本人は革命軍と何とか通信してコブラを殺してないと伝え、ハンギャー城にあるからの玉座には世界の王などいないはずのあの玉座には、途中から声色変わったんですかね。ボボ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 ということで、ルルシア王国ごと滅ぼされてもうない。どんな攻撃でしたっけ。聖なる16発の教団じゃないわ、それ僕らの方だ。ドフラミンゴの方なんで、イム様法です。イム様法と言われるんですね。そうですね、はい、まあ、ということで、まあ、ちょっと死んでほしくないなっていう。サボね、どこでサボってるのかな。面白い。ちょっとやめて、やめて、俺言うかなと思って期待してたんですよ、ちょっと変なラッパーみたいな真実が。言わないからちょっと言っちゃった。なるほど。次、カタクリなんですけど、はいはい、やっぱルフィとの死闘を繰り広げ、カタクリは敗北してしまったんですよ。ちなみに全然関係ないんやけど、うん、まあ、日曜日なんですね、うん、僕らって日曜日が一番再生されてないんですよ、うん、こういうことをやってるからなんやろね、多分ね、うん、いいんだよ、自分たちがまず楽しいこと、そりゃそうよ。まあ、というわけでカタクリなんやけど、まあ、ホールケーキアイランド編ではブリュレのミロワールドの中で、まあ、ルフィと差し勝負しまして、自分でこう切ることがあったおかげで、まあ、ルフィが勝ちましてで、まあ、見聞色の覇気で少し先が未来が見れるっていう、うん、結構強い強いキャラでな、これも杉田さんでクソかっこいいなと思ってたんやけど、なんかフィルムレッドでは見聞色の覇気使いはお前だけではないっていうね、はい、あの新世代の目をつむマンが現れまして、はい、お前が一番つんでんちゃうんって最近思ってるんですけど、つむマンって何、つむマンって、はい、この死闘の中でカタクリはザッギリモチというね、この悪徳ザンみたいな技も使ってましたし、それは斎藤はじめね、ルロン系のね、まあね、あの時お弟子さんやったから、まあ、ちょっと思い出したんやろね、魂をで、ルフィはスネークマンのキングコブラでボーンって倒すわけなんですけども、うん、まあ、いつかお前はビッグマンを倒しに来るのかと、うん、もちろん俺は海賊王になる男だと、ずいぶん未来を見てやがるっていうね、この直後にビッグマンが倒れることになるとは、カタクリも未来が見えてなかったんやなってことを思いましたね。あ、そうですね。戦いの中でカタクリはお前を隠したとも思わないっていう発言があったりだとか、すごいかっこよかった人間なんで、かっこよかったよ、出てきてほしいなっていう。やっぱルフィに負けた時で笑ってたんですよね、まあ、ルフィを一人の男として認めてるんで、今は主なき、まあ、船になったと思うんで、うん、ビッグマンも海賊団もう自由なんですよ、うん、カタクリが何をしてもいいんですよ。ジェルマの表紙連載でも出てきてるんで、うん、再登場することは、まあ、確実なんじゃないのかなと、うん、さらわれてるプリンを助けるために黒ひげ海賊団のところに乗り込むとか、そういうことが起きても、まあ、おかしくないんですよね。まあ、その兄弟愛だけはめっちゃあるからな。そう、うん、ガープと共闘するのはカタクリかもしれない。モリアと共闘するのもカタクリかもしれない。なんで黒ひげ海賊団とかにおるから。で、続いて、あ、これはなんかラップないですか、ラッパーは。ああ、まあ、カタクリの話をしてると結構カタコリなんですよね。じゃあ続きまして、百獣海賊団王冠馬、はい、久々よ、3災害の話する、うん、キング、クイーン、ジャック、再登場してほしいなと。ジャックは、まあ、雑魚やったんですね、インスパイアーでね、うん、死にました。まあ、ちょっと因縁があったから、ちょっとね、モコモコ王国のみんなとは、ちゃんとミンク族に倒されてほしかったと思う。これはスカッとしたよ、これ。再登場するの、キングとクイーンだけっすね。いや、多分な。うん、正直。弱さみたいなのってさ、お前が弱いんじゃねえって、そのカイドウに言われたとき、俺はカイドウにちょっとグッときたけどな、俺。いいやつやったよ、カイドウは。うんうん、で、キングとクイーンに関しては、緑牛に捕まったんよね。もしかしてインペルダーものかもしれない。で、緑牛はキングとクイーンだし、寄せと言ったよなと発言してるんで、うん、キングとクイーンから戦いを仕掛けたんじゃないのかと、うんうん、その上で緑牛に敗北したんじゃないのかっていう。で、キングはやっぱルナリア族やし、クイーンも元マッツやから、政府からすると結構特別な犯罪者なんですよね、うん、クイーンは研究者としてベカパンクのように政府に手を貸すように研究をまださせられたりだとか、うん、キングは研究材料になったりだとか、まあ、いろんな、まあ、登場の仕方があると思うんで、うん、今度出てくる時は世界政府の手駒として出てくる可能性すらあると、うん、ルナリア族の生き残りキングに関してはやっぱルナーリア族という最大の謎を抱えてるんで、今後空白の100年とかそれ以前の歴史が明かされていく中で、このルナーリア族に焦点が私は絶対来るだろうと、うん、レッドラインの上に神の国を作っていることが何か大きな鍵になるんじゃないのかなと、うん、実際セラフィムもルナーリア族に血統印が使われているから、キングはこのジョイボーイを待っているということなんで、ルナーリア族とジョイボーイの関係とかもまあ気になりますし、うん、クイーンもやっぱ元マッツやから、最近マッツもなんかネオマッツとか作ってるから、うん、もしかしたらクイーンも合流してまたネオマッツが盛り上がっていく時代も来ると思うんですよね。まあ盛り上がる組織ではあるね。クイーンはギリギリフランキーの父親説も消えてないんで、まあ、確かにこれはっきりしてほしかったな。でスモーカー、うん、登場してほしい人物、まあ、するでしょ。スモーカー、スモーカー最近出てこないんですよ、うん、一応スモーカーはパンクハザードにドフラミンゴとねぶつかりまして、うん、ボコボコに負けたと。まあそれドフラミンゴはちょっと相手が悪かったな。
芝大の九段に、まあ、救われて、うん、でその後実益だかと、うん、富士虎がドレスローザの一件を政府の責任だと認めた際に新聞にてそれを確認してるんよ。見てボローか。でも悪口ですよこれは。ボロボロになるまで戦い張ったんやんて。これカシギちゃんは海賊島で、うん、ちそれ乗り込んで頑張ってはるんよ。ゴビを助けようとね。何やってるんよな相撲か。いいとこじゃないですか新世界入って今、うん、頼むよ、うん、で続いて、うん、シーザーとジェルマ、はい、まあ、ネオマッツの話もしましたけど、うん、やっぱりね、まあ、なんか新世界ってシーザーの話みたいなとこあるんですよ、うん、もうめちゃくちゃついてきようしあいつ、うん、そう考えたら、まあ、まだ出てくるやろクソ憎いんですけど憎めないキャラしてるし、そう考えたらネオマッツも重要になってくるんじゃないのかなと、まあ、扉絵でも出てきたということもあるんで、まあ、この先この2人も出てくる可能性があるんじゃないのかなと思いましたね、うん、はい。で続いてエネル出てきます、うん、次いきますね。ちょっとあの終わり早ないエネル。エネル、うん、聞きゃ来たやろ。見てくれてる方も基本的にさ扉絵に出てきたやつも省かへん。絶対出てくるから。まあ言ってしまえばやっぱこの月の都市ビルガとかも全然重要やし、ね、青い星に向かってとかも重要やし、うん、エネル軍団も重要なんよ。次、うん、大本命キャラいくよ、うん、そろそろ、うん、盛り上げていこうフロアを。まさかモリア売れないラッパーややっぱフロアを盛り上げていこうモリアスノトカゲなわけなんですよ。スノトカゲなんで単体なんですかね。技ですかそれは。モリアは、うん、します。いやでも名前出てるからさそうでしょうが。森谷が最後に登場したのは音信不通となったアブサラモを探しに行ったわけなんですけども、うんうん、アブサラモを救うために単身乗り込んだ森谷やったんやけど、まあ、スケスケの実は資料に取られてたと、うん、でアブサラモを殺されたことに激怒した森谷やねん。そこで黒ひげは森谷を仲間にしないかと提案。それが分かってなかったんですけど、なんと最近牢に閉じ込められてることが分かりました、うん、幽閉されてますと。お前を助けるから奥の牢屋の森谷様を解放しろと、うん、特別な牢屋に閉じ込められてるらしいんですよね。まあそれはあるだろうね。コビーは海賊の手を組んじゃったけど背に腹は変えられないと言ってることから、コビーは約束を守る男ですから、うんうんうん、こいつは登場します、うん、で単身蜂の巣に乗り込んだモリアは多勢に無勢の状態だったんですけど、うん、黒ひげからの提案を受けて戦うことを選択したんですよね。まあ、まさしくサスモリ、サスモリ、アツモリみたいに言いますけど、サスモリ、もしかしたらね次出てくる時は黒ひげ海賊団の誰か倒してくれるかもしれない。そのあと大手柄一つでもね、一人でも巨漢船長と合わせたら大手柄ですよ森谷さん。全然ありえますよ。続いて、うん、カイドウ、うん、まあ、森谷と互角の男なんですけど、カイドウはルフィとの戦いの後どうなったか分かってないんですよ、うん、まあ、ルフィとぶつかりまして、うん、まあ、でカイドウが破れ地中の奥深くにあるマグマ溜まりへと落ちてったんですよね、うん、そうですね。でこの穴がマグマに続いてることは確かなんですけど、うん、カイドウマグマでやられへんやろっていう。まあそれはね、あんだけの拷問にも耐えてみたいなね、空島からダイブしても死なかったわけで、そんなことで死なへんやろな。そうなんや。だから海底火山なら大噴火で地上に戻ってる可能性すらあるんですよね、うんうん、まあ、ただダメージは負ってるやろうから、まあ、負けたことも認めてるやろうから、うんうん、純粋にワンピースを目指してたかもしれない。誰が誰が。カイドウ。え、今頃探してるよ。でそのうちまた会うかもしれない。ちょっとなんか嫌だな、ダサくない。ちょっといいよ、まあ、そのうち再登場するから。で続いてビッグマム、まあ、だろうね、はい、来ると思いますけど、ローとキッドがね一生懸命倒しました、うん、ダムのパンクがフィニッシュブローになって、うん、パンクチャービルダー来たあたりに落とす。こちらはマグマに落としたんですけど、うん、もう言ってました、俺がこれ式で死ぬと思うなよ。まあそりゃそうだよ、ビッグマムさんですよ。やられやしたけど死にやせん。まあビッグマムもそのホーキンスみたいな能力みたいなこと正直あるじゃないですか、人のライフで生きてるみたいな、うん、だから死なないんじゃないのかなってっていう。正直だ、一時的に戦闘不能になってるけど、そのうち帰ってくるやろうなって思いますね、うん、で続いてクイナ、おお、ゾロの親友のクイナ。死んだね。死ぬ、階段から落ちたぐらいで。死ぬよ、普通の女の子やもんだって。かわいそうやな。いやいや見て、痛い、うん、顔隠されてるんよ。いやだから お亡くなりになって本人かどうか分からへん。いや本人でしょ、都市伝説みたいなこと言って。いやだって都市儀がさ、ウリ二つな見た目もしてるやん。いやそうっす、その説も古いんちゃう。クイナイコール都市儀説とか。いやもういつまで言ってんのよそれ言われてるし、あとは下月村が革命軍と関連したことから、クイナ革命軍でおるかもしれない。あとはイワンコフがおるから、うん、クイナも男になってるかもしれない。女としてのクイナは死んだけど、もっと見たくない。そう、うん、クイナは俺も正直死んでると思います。なんで入れたの。なんかどうしてもミョンが入れてほしいって。センスないでって言ったんやけど、うん、いやクイナは今言っとかないとダメですって言われた。どうですかラッパーさん的には。で言ったことを食いてる。え、食いて泣いてるクイナ。続いて鬼人の銀、これはもう再登場するよ。だってグランドラインでまた会おうって言ったんやもん。多分今、うん、出発したと思う。どこ。アラバスタ。今遅ない。でも、うん、まあ、マジな話するとルフィたちで2年間修行したじゃないですか、うんうん、その時に銀がめっちゃ駆け上がった可能性あると思うんですよ。抜いた。抜いたんです。逆に抜いた。じゃあ今もうロードスタートオール。自分は大きくやり直せる可能性あるね。そう待ってる。むしろ
あ、え？サンジたちよ。サンジさん遅いやん。オールブルーの重大なヒントを掴んだんだけどな。オールブルーについて教えてくれるのはもう銀しかおらへん。なんでなの？なんで？なんで？いや多分銀やったら知ってるよ。じゃクリーク何してんの？死んだ。申し訳ない。クリークは死んだ。で続いて、はい、オルビアン&クローバーだからこれをね、ミョンがどうしても入れてた方がいいよって。あ、ミョンのせいなんだ。死んだからこそ今の話に重みが出てるわけじゃん。だからなんか一応ミョン曰く撃たれたことで死んだ描写はないと。殺された描写は少年漫画ですから見させないにしただけでしょ。シルエットではこうやって撃たれて死んでるって感じしましたよ。ベルメールさんとかそのまま撃たれてるやんって言われた。言われたの？ヘリクツやな、ほんまに。でスパンダインが自分の命を優先してオルビアを放置してると。で生存者の確認も怠ってると。いやだってそうさ、バスターコールの価値なくなっちゃうじゃん。ちょっとそんなことないと思うでって。さすがに本以外見逃しとったらヤバすぎやろうと思うんやけど、うん、サウロも生きてたよ。残りの一つ見に来てんでしょ。誰一人やれてないやん。さすがにこれは無理。でもね、俺湖の中がそんなに安泰なんやったらみんな湖の中逃げるやん。なんか酸素ボンベがつけて。そうよね、思っちゃうけどね。まあ、続いて、うん、これは絶対生きてる、うん、ゲルニカとマハ。CP0 イゾーとこのゲルニカとマハが戦って、イゾーのああいう近くでマハは死んだように見えたんやけど、イゾーは命を落としてね、命を落としてるわけやん。そこはちゃんと倒れてといてもらわんと浮かばれへ ん、 なんか。いやでも弱すぎる。ろくに戦いもしてないのにボロボロのイゾーと戦って死ぬっていうのは。いやそれ弱すぎる。それがイゾーが強かったし、イゾーが大きくを守りたい、ワノ国を守りたいって思いが強かったんやと思うんだよ。いやでも同僚のゲルニカ見て、ドレイクに背後から刺されてカイドとルフィの元に向かって、その上であの戦い邪魔してるんやで、うん、生きてるやろ。いやそれはだ、強さにもレベルの差はちょっとあったんじゃないで、その後ルフィの手配書を取ったのが、うん、ゲルニカが取ったものって言ったから、うん、あいつあれ倒れた後に写真一生懸命撮ったんやで。ヤバすぎやろゲルニカ普通に。いやさすが CP0 です、ね、そりゃ言うよ、羨ましいよ。そりゃそうやな、はい、だからマハも多分生きてます。で続いて生きてると思うのはロジャー。多分チキンタツタなんですよね。はっはっ、死んでへんかった。マクドのロジャー、まあ、これは死んでると思うわ俺。え、何やったん今日。4人ぐらいはミョンのゴリ押し。イゾーとかは入れへんのって言ったら、あれは死んでるって言われた。ああ、そう死んでるよ。ペドロはって言ったら、もう無理やって。キャロットが石ついたから無理やって言われた。もう無理や。フィナもじゃあゾロが石ついてるやんと思ったんやけど、ちゃうらしい。ちゃうじゃん。というわけでね、まあ、今日は僕とこいちゃんスタッフで一生懸命考えた復活キャラまとめでした。一生懸命考えたってちょっと浅かったんだけど、あ、ここそうだねみたいな感じはもっと欲しかったね。あ、そういえばそうやみたいな。いやでも、もうマジでみんなで6時間使って考えた、はあ、うん、考えた結果がこれ、うん、だから日曜日再生されへんねんな。やっぱりすいません、すいません、もっと面白いの考えます。ネタ切れって言われてもこれは仕方ないです。今日はネタ切れでした。すいません、外れ替えで次はちょっと気合います。じゃあさよなら、バイ。「僕を困らない」